今日はね、あの 3D プリント知ってる？それがね、バズったらしいんだよね、ツイッターで。うん、傘を作っていただきました。はいはい、 D さん。なんでその、何 D さんって名前か。アカウント名が D。 あ、アカウント名、ね、そう隠してるの、悪いことやってるのかな。ABC 違うの、本当にこれ作ってくださったの。あ、これがそうなの。赤壁チャンネルのために。あ、D さんどうもすみません、あの失礼ながら使わせていただきます、ありがとうございます。なんかこんな感じ、もうすげえギザギザで細かい感じなんだよね。もうこれにプリン入れて、おお、いいじゃん。これ映えんべ、映えんべ、なんだよ。映えるべだってこれ。よし、作ってみよう。プリン液を入れる前にプリンをプッチンするための空気穴があるので、爪楊枝か。あ、これで塞ぐんだね。いやー、よくプラモデル作ったよね、こうやってね。懐かしいね。うわー、出た、みんな大好きプリンミックス。ボウルにプリンミックス1袋を入れて、お湯だね、お湯を200入れるね。ちょっと待って、お湯もらってくる。お湯、今から、お湯を200ミリ、取ってきます。で、誰もいねえし、お前なんだよ。あ、小沢さん、さ、お湯をね、200ミリ欲しいんだけど。ご準備します。あ、本当優しいな、はい、本当な、新日本の連中はみんな優しいんだよ、お前。お湯を200、水を100。すごいね、うちの社員が一生懸命頑張っております。ありがたいことです。じゃあ行くよ。はい、大丈夫です。僕ウェイターですから。こうやってウェイター持ってんの、お前すごいだろ、お前。新日本プロレスのさ、所属レスラーとしてもう20数年やってんだぞ俺。お前言ったら俺の、うちのマネージャーな、お前生まれる前から俺プロレスラーやってんだ。さあ持ってきたぜ。反応どうでしたね。みんな冷めた反応だったよ。あ、そうなんですか。あ、真壁来てんだみたいな。まあそんなことはもうさておき、俺つくづくさ、自分でプリン作るってすごくない。ノマさ、この部屋俺一人。ね、Yeah。どうよ、冷やします。はい、出来上がりました。じゃあこれちょっと入れたいと思いますね。ほい、これさっきあの止めた、あの用事止めたやつね、これ抜きます。これにね、カメラのやつよ、あのほらレンズこうやってピピピって言って、あのホコリとか取るやつ。やべ、ちょ、なんかやべ、おめえふざけんなよ。いやー、どう、いいんじゃない、これ見て、この弾力。D さん、うまくいきました。これちょっとすごくない？市販では絶対ないからね、これ。この形いいっしょ、これほら、これこの揺れもめったにないよね、これ。じゃあいくよ。ふぅ、どうこれ、どうこの揺れ具合、いいっしょこれ、どう。うわ、これちょっと、あ、すげえ、もうものすごくね、あの何、抵抗がない、抵抗力が。うまい、これプリンじゃん。いや、うまい、普通にプリンだよこれ。逆に何作った。いや、なんか味がさ、ほら。はい、じゃあもう一個いきます。じゃあこれいくよ、いくよ、いい、いくよ、いくよ、ほらいった、どうこれ。ででーん、バベルのとこだね、これ。え、あ、バベルのとこ。なんだね。はいはいってなんだよ。俺がいい例え出したろ今。この揺れ具合がやっぱすごいよね。しかも俺作ってんだよこれ。
すごくない？型がすごいっていう企画なんですよ。お前そんなこと言うそれを先に言えって。ほらほらほら来た。どうこれ。てってでー、まやーん。いやいや、これすげえわ。ほら、いや、うまい。普通にうまい、これ普通にプッチンプリンだ、これ普通にプッチンプリン、粉末だぜ、これ。あー、すごいね。すごい時代になったね。昔は料理人しかこれ多分つけなかったよね。こんなちっちゃいんだよ、だったよ。型がすごいっていう。いやだから型はすげえよ。もうそんなもんはね、いちいちだってね、 D だって、ね、言わなくたって分かってんだよ。この形はすごいのはね、もう分かってんの。すげえ滑らかだけど、何これ、なんか入れた。